仲間モンスターブリザードの継承ガチャ10連をやっていこうと思います。はい、今ですねモンスターと戦おうとしても仲間モンスターの所持枠がいっぱいなので、戦うことができませんということで、はい、今回ですね継承ガチャ10連10匹とお別れしていくわけでございます。はい、というわけで今回ね仲間モンスターのうちこのブリザードエレメント系のブリザードと10匹ねお別れしていきます。はい、これまでですね78匹仲間になっております。今回10匹お別れです。継承玉候補見ていくんですけれど、はい、まずスキル B 以上のねスキルとして B スキル凍える吹雪があります。そして特殊効果なんですけれど、はい、最大 MP は S まで、素早さ B まで、ヒャド呪文ダメージ S まで、ヒャドブレスダメージ B まで、ヒャド耐性 S までということになります。というわけで、早速ですねお別れの画面の方出していこうと思います。はい、これまでねブリザードについては素質としては蝶のやつが2体いたかなと思います。あとは全部ね特有波ですね。まあ、あと特についてはです、特でですねコゴールっていう配布のモンスターね、素質特のやつがいたかなと思います。まあ、こういうのはね蝶とか特のやつは、鍵はかけて置いております。というわけでねまあ、あとですね一応目印ねつけてるんですよね。凍える吹雪持ってるやつは黄色の星印、あと持ってないやつはですね×印をつけております。まあ、今回10匹ねレベル50のやつおりますので、10匹ねまず選択選んでいこうと思います。何匹かね、凍える吹雪持ってるやついましたね。こいつどうでしょうか。ヒャド耐性 A がね 10%、 凍える吹雪がはい 15%、 あとはあと2体ほどね凍える吹雪持ってるやついますね。凍える吹雪素早さ B、 ヒャド耐性 B 5% ずつ、こいつはどうでしょう。凍える吹雪と素早さ B がはい 7.5% ずつということで、あとこいつだけ見ていきましょう。最大 MP の B がはい 15% ということで、はい、というわけでこれからお別れの方していきます。まあとりあえず B の継承玉が1個以上あればまあいいかなと思います。というわけででは行きましょう。ではさよなら。どうだ、 B が1個下にありそうですね。素早さ B1 個いただきました。まあ最低限の結果というか、まあまずまず素早さプラス25ということで、あとはね全部 C と D でしたね。はい、というわけで今回、とりあえず仲間モンスターブリザードの継承ガチャ10連でございました。まあこれでようやくねモンスターとか戦えるようになります。はい、あとついでにですねボーナスダンジョン、やっていこうと思います。というわけでいきましょう。3回ねスロットマシーンをするということになりますね。 A 柄が揃うと経験値とかねゴールドがまあたくさんもらえるというものになります。というわけでまず最初の1回目いきましょう。はい、こんな感じでですねキラースロットマシンとの、ね戦闘になるんですけど、まあ、ある程度ダメージを与えると、こんな感じで絵柄が出てくるということになります。はい、最初はねハズレでしたね。では次行きましょう。はい、あと2回あります。2回目行きましょう。はい、次はねどうでしょうか。はい、輝く息、はい、ドラゴラムで多分終わるかな。はい、2回目もね揃わなかったですね。はい、というわけであと1回ラストです。はい、最後の1回いきましょう。輝く、ドラゴラム、お、最後揃いましたね。はい、ドラキーが揃いました。これで経験値6万ぐらいもらえたかと思います。はい、というわけで最終的な経験値は、はい、77,500 の経験値ということでした。あとは、レアお宝ボックス1個いただきました。はい、ということで、まあ、こんな感じになります。はい、というわけで今回はですね、仲間モンスターの継承ガチャ10連、そしてボーナスダンジョンチャレンジをしていきました。というわけで今回の動画以上になります。はい、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。